久保さん、今回、安藤桃福。安藤桃福の日常にしましょうか。どうしようかな。まあ、ちょっと SE をね。まあ、安藤桃福さん。こちらですね。日清創業者。日清カップラーメンをね、創業したね。安藤桃福さんなんですけど。この方。ほぼ毎日、ラーメン食べてましたね。<laughs> まず、開発するときなんかもうほぼ毎日カップラーメンって言ってね。 で、安藤桃福さん何歳まで生きたかっていうと、まあ、お亡くなりになってるんですけど、安藤桃福さんが、あのー、多分ね、90歳くらいまで生きたんじゃないかな。多分ね、90歳、90歳くらいまで生きたような気がします。80歳、90歳。うん。あ、96歳にお亡くなりになってますね。で、まあ、安藤桃福さんは、 あの日清食品を立ち上げた後もこれねカップラーメンを、まあ、毎日食べてたみたいな話があるんですよ、うん、だけどまあそれ以外のもちろんなんかそのなんだ久保さんの話じゃないけども <laughs> それ以外の栄養もとってたはずですまあ僕直接会って聞いたわけでもないですしあれですけどもまあ少なくても開発するときはほぼ毎日ですね で、その、年取った後も、なんか、それはテレビ番組のあれかもしれない、絵的にあれかもしれないですけど、まあ、カップラーメン食ってるところの映像で、まあ、ほぼ毎日食べてるみたいな。なんかそういう絵面だったんですよね。だけど、じゃあカップラーメンだけしか食ってないのかっていうわけではないと思います。間違いなく。だって栄養偏るんで、それは。うん。だから、なんだろうな、あのー、なんか、なんかあれですよね。<laughs> 多分ね、日本一カップラーメン食った人なんじゃないかなと思うんですよね。まあ間違いなく。これた多分ね、これは間違いない。日本一カップラーメン食った人は安藤桃福さんであり、で、なおかつ安藤桃福さんは96まで生きたっていう、これ事実ですよね。どうすかね、久保さん。多分、カップラーメン日本一食ったのは安藤桃福さんじゃないですか。多から確か NHK のなんか、連ドラでもやったような気がするんですけどね、確か。もうめっちゃ食ってましたからね、確か。 だからまああのバランスですよねバランスうんただ僕は一番あの大事なバランスって何かっていうとまあ絶対やるんだっていう気持ちのバランスじゃないですかねうんなんかあの人間ってまあその外,外的な栄養があを摂取して僕はあの生きてるわけじゃないですかだけどもなあの内的な部分 内部って何だろうなこれはまあ科学的に証明できない部分はありますけど、基本的にその人間って、その、まあ科学的にもあんのかな確かね人、体の内側から栄養を作れるんですよで。外的な栄養が入ってこなかった場合、内,内部でこう栄養を作り出すっていう機能もあるんですね。だこのバランスだと思います。だ外部から全部頼るんじゃなくて、内側から栄養を作り出すっていう機能もあるので、そのバランスだと思います。 うん、例えばどれだけその、あのー、薬を、ね、投与したりとか外部的なその栄養だったり投与しても内部の例えば赤血球が少ないとかだね赤血球は確かばい菌が入ってきたらなんかこうこう戦ってこう殺そうかなだからそれが少なかったら、ねあのー、白血病になったりとか,なんかするだろうし。 だからその内側から内側で動いてるものだったり内側で作り出すもののバランスと外からあるこのバランス感覚かなと思いますねうんだからまあ両方大事ですねうんだからまあ健康もそうですけどなんか生きていくエネルギーですよねだから生きてき,生きてるエネルギーも何もやることがない何も夢目標もないってなると夢とか目標の栄養 がないいと難しだからさ、久保さんに今夢とか目標とかない,ないかもしれないけど、気が向くじゃないですか。気が湧いてくるんですよね。なんか湧き水のごとく <laughs>。僕もそうなんですけど、僕も夢とか目標にあんまないんですよ。まあ、唯一久保さんと違うところは僕は毎月こう入ってくるものがあんまないので、まあ、毎月商品売ってかないといけないっていうね。 やらないといけないという状況なので、気が向いたらやるんじゃなくて、気を出していくっていうことが必要なんですけど、なんだろうな。人間ってね、あの、例えばコロナの時にもそうだったんですけど、うん、なんだあ、歌番組だったりとか、歌って人生において必要なのか。栄養ど,どう思います歌とかね。あと、エンタメの番組とかが必要なのかっていうと、 多分あん必要かと言われるとそれがなくても生きていけるわけじゃないですかだけど必要なんですよ歌が心心の栄養っていうのが必要なんですよねいや確かにあの歌がなくても生きていけるんだけど歌がないあった方が心の栄養だったりとか元気もらったりとかエンタメ見てあとお笑い見て笑ったりとか,だかそういうのってめっちゃ必要なんですよね実は うん、だからこの心の栄養っていうのも大事だと思いますね。バランス感覚です。だからうまくいかない人って多分このバランスがうまくできてないんじゃないですかね。心の栄養がないっていうか、う,う,ち,うちから出てくるものがやっぱない。うちから出てくる原動力の何かをね、あの例えば久保さんだったら、ドカベン見ますとかねなんかあの、なんと自分の好きなやつ見るとかね。 それで心の栄養が昔の漫画本買いましたとかね。久保さんにとってはそれは心の栄養だと思いますし、心の栄養って大事だなと思いますね。うん。いってらっしゃい。